祝え。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ライダーキックスフィギュア、ライダーアーマーシリーズ、仮面ライダージオートリニティです。はい、こちらは仮面ライダージオーの中間パワーアップフォーム、まあ2回目の中間パワーアップフォームかな、のジオートリニティのフィギュアでございます。ジオージオー2とは全く違うフォームで、これはゲイツとウォズと3人で1つのライダーに変身するっていうちょっと変わったライダーですね。やっぱりてんこ盛りフォームといえば電王のクライマックスフォームがありますけれども、やっぱりそれ意識してるんでしょうね。肩にいたり胸にいたりって言って造形がすごく似ています。それでは早速開けてまいりましょう。それでは開けてまいります。せーの、どうぞ。おお、こんな感じなんですね。というわけで中身は仮面ライダージオートリニティ本体と武器の最強時間ギレートが入っておりました。それではまず最強時間ギレート見ていきましょう。もうすげえ長いからね、先が若干曲がってしまってますが、まあこれはドライヤーでね直して、熱与えて直してあげればいいかなって感じですけれども、相変わらずモールド細かく入ってますね。ジオーの顔からもう中からすごい細かく入っております。まあね、相変わらず裏面はこんな感じ、肉抜きされてるし色塗りもありませんけれども、これねフィギュアに持たせたら結構ボリューミーがあっていいんじゃないかなって思います。でジオートリニティ見ていきましょう。顔面パーツがあって、ジオーの顔、ゲイツの顔、ウォズの顔ってありますけれども、今回非常に残念なことに塗装省きが非常に多くなっております。ゲイツとねウォズが、変身の時にね左右からゴーンって腕時計の状態になってこう張り付いて変身しますけれども、腕時計の状態なんで当然バンドがあるんですよね。でバンドのこの上側にあるのはこの耳のところについてますけれども、この下側の方が手首まで実際はあるんですよ。でよく見るとモールドもこれね、ここね一応モールド入ってんだけど、ちょっとね色が入ってないのもあるし、腕が細すぎる、そういうのがついてるにしては別パーツになってないからね。なのでこれウォーズにも同じことが言えるんですよね。上側はこれパーツついてますけれども、下側がねほぼほぼわからないっていう、なのでただただ上についてるだけで下はもうほぼほぼわからないっていう状態になってます。そして正面から見た時にもうここら辺、この胸のところに金のこの塗装ありますけれども、実際はこれがね腕からこの腹部からこの足から足のサイドからって、もうとにかく金が本当なら多いんですよ。それがこの胸の部分と膝と足首、ここだけなんですよね。それ以外金の塗装がほぼほぼない。これすげえ残念。もう実際ね結構金キラ金なんですよトリニティ。それが全く表現されてませんね。そして背面も塗装は全く入っておりません。そして今回の変身者であるジオー、ゲイツ、ウォーズちょっと並べてみましたけれども、実際ジオーと見比べてみると、ほんとこの顔面パーツがそのまま胸に来たっていう感じかな。一応頭部も新規パーツだし、腕のパーツもねこれ手首のとこ見ると新しい造形にはなってますね。なので一応トリニティ用の手首になってるし、腕も一応そういうモールドってことにはなってるんだけれども、まあさっきも言った通りちょっとこのデッキは寂しいかな。ちょっと物足りないですね。そしてジオーとかジオー2とかウォズとかゲイツとかもう全員に言えるんですけれども、基本的にアーマーつけることが想定とされてて、こうやって穴があったりとかして体が細いんですよね。で今回もそれがねバッチリ細くなっちゃってるんで、ちょっとこのボリュームの少なさは残念かな。正直言ってこれにアーマーつけるってことはあんまりないと思うんだよね。なので、まあ、もしかしたらこれから新しいこれにつけるアーマーが発売されてくるのかもしれないけどね、だったらもうそれはそれでいいんですけれども、もしこれにアーマーつけるフォームが表現されてなかったら、ただただね首から下を使い回してるだけっていう話になっちゃうような気がするので、正直言って本編ほどのボリュームとまでは言わないけれども、もうちょっとね太くしてくれてよかったかなって感じがしますね。ちなみにベルトにはきちんとトリニティライドウォッチがついた状態になってますね。そして最強時間ギレートですけれども、以前ねレビューしましたジーニアスの時と一緒で、手首パーツにこのねポチがついてますので、それをこの、持つところのねこの穴が必ずありますので、ここにぶっ刺すことで、はい、こうやって安定して持つことができますね。そして最強時間ギレートの振りかざしポーズはこんな感じになります。実際本編見てみるとこれ両手で持ってることが多いんですけれども、ちょっとね腕の関節が硬いのと、もうねそのポージングさせようとすると本当にパーツがポロポロ落ちるから、ちょっと両手で持たせるのは大変かもしれません。なのでだいたいこうやって片手で持ったポージングの方が取らせやすいかな。
そしてアナザーブレードを倒したライダーキックが大体こんな感じでしたね。3つね、ジオーとゲイツとウォーズの3つのねライダーがガーって並んでそこに重なるようにしてライダーキックしたのは非常にかっこよかったですね。はい、というわけで本日は RKF の仮面ライダージオートリニティをご紹介いたしました。ちょっと色塗りにしても体のボリュームにしてもちょっと残念かなっていう点がありましたね。やっぱりちょっとねアーマーをつけることを想定とされているのでちょっと体のボリュームが小さくなるのと、まあ色塗りの省きっていうのは仕方ないのかなっていう感じはしましたけれども、ちょっと本編出てくるねトリニティがキンキラキンでかっこいいのでそれが表現されてなかったのは残念でした。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。